は学ぶです。今回は、YouTube のチャンネル登録が10万人だと、月収というのは100万円ぐらいですよというテーマでお話をします。先日僕はこういったツイートしました。でちょっと読み上げていくと、ついに YouTube でチャンネル登録10万人を達成しました。かかった期間は7ヶ月なので割と早い方な気もします。なお、チャンネル登録10万人だと YouTube 収益はちょうど月100万ぐらいですね。引き続き YouTube という名のゲームを楽しみつつ、チャンネル登録という名のスコアを伸ばします。まあこういった感じですね。で結構その YouTuber の収益みたいな気になるじゃないですか。で僕ももともと気になっていて、で僕は今こんな感じで、まあ、YouTuber って言えるか分かんないんですけど、こんな感じで YouTube に向けて語っていて、でそれでやっとチャンネル登録10万を超えることができました。で結論を変えると、収益 YouTube で僕の動画見ると多分最初に CM みたいな流れるじゃないですか。であれの収益で月だいたい100万円ぐらいになりましたっていうお話です。でよくその YouTube で1再生いくらですかみたいな話があると思うんですけど、僕の場合だと1再生でだいたい 0.4 円ぐらいです。まあなので僕の動画を3本ぐらいもし仮に再生していただける方がいたら、僕に1円がチャリンって入ってくる感じです。まあというわけで今回の動画のメインは収益報告だったんですけど、まあこの報告だけで終わってもつまらないので、まあちょっとお金の話をしていこうと思います。でここからちょっと驚きな話をしていこうと思うんですけど、多分僕の収益今 YouTube だと月だいたい広告で100万ぐらいなんですけど、これ本気出したら多分月1000万はすぐいけると思います。でなんでかっていうと、基本的に商品っていうのを作れば多分いきなり月1000万ポンっていきますね。で具体的なところで、YouTuber の収益モデルっていうのを今回解説します。でまず1つ目が、広告型ですね。で2つ目が、商品型です。で具体例出していくと、広告型っていうのが例えば、ヒカキンとかはじめしゃちょーとかですね。でまあこういった人たちは、まあ、いわゆるその人気者みたいな感じでテレビと一緒です。視聴回数が増えると、CM の閲覧数っていうのが増えて、それに応じて収入が増えていくっていう感じです。で多分ヒカキンとかはじめしゃちょーだと、まあ、数億円っていう収入が毎年入ってますよねっていうのがまず一つ目。これが、YouTuber の収益モデルでいう、広告型ですね。で一方で、僕も現時点だと広告型なんですけど、一方でもう一つあって、これ商品型で、商品型何かっていうと、自分で例えばブランドを持ってるとか、自分で YouTube を通して何か商品を販売している人です。でこれ具体例出すと、例えばその筋トレ系でいうと、カネキンフィットネスさんとか、あと自己啓発系でいうと、知ってる方少ないかもしれないんですけど、クリスの部屋っていう方ですね。でいわゆるまあこれどんな感じかっていうと、まあ、テレビでジャパネット高田ってあるじゃないですか。まあいわゆるそんな感じで、ジャパネット高田ってその商品を売ることによってこう売り上げバツンと伸ばしてるじゃないですか。でそれと一緒で、まあ、カネキンさんの場合若干違うんですけど、まあ、ただカネキンさんって自分でジムやってたりとか、あと自分で洋服売ったりしてますよね。っていう感じで YouTube を通して、それで自分のジムを宣伝するとか、 YouTube を通して自分のアパレルブランドを宣伝する、それで多分年収っていうのは数億円あると思うんですよね。まあ年収っていうか、もう会社の売り上げが数億円っていう感じです。であと、クリスの部屋っていうのもあるんですけど、そちらと、なんか働き方のなんか商品みたいなの売っていて、でそれで多分、年間で億とかって稼いでるんじゃないですかねっていうふうに思ってます。まあ、ただあくまで今お話した売り上げに関しては、僕がその直接本人から聞いたわけではもちろんなくて、勝手に想像していることなので、まあ、正確なものは分かんないです。まあ、ただ、普通にビジネス的に計算をすれば、まあ、それがいくなっていないは予想できると思います。で僕の場合でも可能で、今チャンネル登録やっと10万超えたんですけど、まあ、これぐらいになると、多分月1000万ぐらい商品を売るっていうのはなんか全然まあ、余裕って言ったらあれなんですけども結構可能だと思います。例えば僕の場合だったら、まあ、ブログ系のなんか商品を出すとかみたいな、そういうことをすれば全然1000万パンっていきますね。まあ、ただここまで話聞いて、まあ、年収1000万じゃなくて月収1000万ですからね。でそれ信じられないっていうふうに思う方多いかもしれないんですけど、まあ、ただネットの世界だとこれ結構普通というか、よくネットでなんかめっちゃ稼いでるみたいな人いたりして、まあ、うさんくさかったりするじゃないですか。で僕もそう思われてるかもしれないんですけど、でもわりかし事実なんですよね。まあ、なんでかっていうと、そのネット、まあ、インターネット YouTube とか、まあ、ブログとか全部そうなんですけど、で基本的なイメージとしては、ネットっていうのは影分身の術って考えれば OK です。で、僕の YouTube チャンネルだと、多分今動画が200本ぐらい溜まってると思うんですけど、過去動画ですね。で僕が寝てるとか、僕が、酒を飲んでるとか、僕がなんか別のことをしてる間にも YouTube 上に、膨大なアクセスがあって、そのアクセスの人たちが勝手に再生をして、それで僕にこうチャリチャリ入ってくる感じじゃないですか。
こういった感じで、僕が仮にオフラインのセミナーとかをやっていたら月100万稼ぐって相当きついと思うんですよ。それこそなんか毎日セミナーに行ってやっと月100万稼ぎました、超ハードでしたっていう、まあこういう感じになると思うんですけど、ただインターネットの世界だと影分身の術なので、それこそ僕がこの部屋のなんかこのベッドとかでなんかこのゴロゴロ寝てったとしても100万稼げるっていうのがインターネットの世界です。まあもちろんその価値のない動画を出してもダメなんですけど、ある程度品質が高くて、でいろんな人に見られる動画っていうのをこう出し続けることができれば、売り上げっていうのはこう上がっていきます。まあ、なんで話を戻していくと、まあ、ちょっと驚くかもしれないんですけど、チャンネル登録が仮に10万とかであるんだったら、ちゃんと商品を作ってそこで販売していけば月収1000万ですね。なので年収にすると1億ぐらいっていうのは全然稼げる範囲です。というわけで、今ここまでの話っていうのが、YouTuber の収益を上げるみたいな、 YouTuber の収入を上げるっていう話をしたんですけど、まあ、ここからはちょっ と、話をずらしていって、再生単価の話をしていこうと思います。でよく言われるのが、ニュースの記事とかを見てても思うんですけど、まあ、大半の人って YouTube の、広告の再生単価ですね、それ 0.1 円だと思ってるじゃないですか。でも僕のチャンネルって 0.4 円なんですよね。でそれ4倍の差があるじゃないですか。でこれなんで変わるかっていうと、Google がこの YouTube っていうのを所有していて、でそこで広告の仕組みっていうのを作ってるんですけど、じゃあこの広告どんな感じで値段変わるかっていうと、基本的にオークション形式なんですよね。なので例えば具体例出すと、僕の過去の動画でプログラミング学習とかをこう解説した動画あるじゃないですか。で例えばその動画に対して企業が広告を出したいっていうんですよ。なんでかっていうと、例えばプログラミングスクールを運営している企業だったら、僕の動画に広告を出すことによってそこから申し込みが来る可能性があるじゃないですか。だから企業はその僕の動画、プログラミングの動画が1回再生されるのに対して 0.4 円のお金を払いますっていう、そういう感じで Google を通して僕とこう契約を結んで、それでお金が入ってくるっていう感じです。まあなのでこんな感じで、基本的にそのオークション形式、例えばその僕のプログラミング学習の動画っていうのはすごい再生されていて、いろんな企業はそこに広告出したいっていう感じになると、その単価っていうのはどんどん上がっていくんですね。だから言ってしまうと、 YouTube の1再生ごとの単価っていうのは、企業の入札金額によって決まってきます。でここでまあなんとなくイメージ湧いたかもしれないんですけど、じゃあざっくり具体例をもうちょい出していくと、まあ、例えばこちらの通りなんですけど、面白系、まあ、例えばヒカキンとかはじめ社長とか DJ 社長とか、まあ、そのあたりですね、そういう人たちの再生単価っていうのは多分1再生あたり 0.1 円ぐらいです。では一方で学習系の動画ですね、例えば僕のやつとかも、プログラミングとかお金の話とか、まあ、こういったものは多分1再生 0.3 円みたいな、ざっくりこんなもんです。で最後一方で金融系の動画ですね、例えばなんか FX とか、まあ、投資系のチャンネルとかあるじゃないですか。そういうものって、多分そういうのって単価が上がりやすい傾向があるので、1再生ざっくり 0.5 円とかこんな感じです。まあ、こういった感じでもカテゴリーによってまあある程度単価が変わってくるっていう感じです。でこれでもしイメージ湧かないんだったら、年齢層をイメージすると分かりやすいかもしれないです。例えばヒカキンの動画って多分メインの閲覧者小学生とかですよね。で小学生ってお金そんな持ってないじゃないですか。親は持ってるかもしれないんですけど、子供はないですよね。だから広告出してもすぐにその購入につながらないじゃないですか。だからそこの広告単価っていうのは基本的に下がりやすいんですよね。でも一方で、じゃあ僕の動画見てる方で、この動画見てる方で、多分、大半の人は大学生とか社会人の方多いと思うんですよね。でもそういう方って、多分ポケットマネー結構多いじゃないですか。で一方でというか、例えば僕が、この商品おすすめですよみたいな感じでパッてご紹介したら、そこで買う方いるかもしれないじゃないですか。だから、企業は僕の、動画に対して、広告を出したがるっていうのがあります。で一方でさらに言うと、例えばその投資系の動画、まあ、FX の稼ぎ方みたいな、そういうのを配信してる人もいるじゃないですか。でそういう FX とかをやる層って基本的にお金結構持ってる人じゃないですか。で持ってるし、しかも、数万円っていうお金を結構もう投資するような人たちじゃないですか。だからある程度そのお金を持ってるそうですよね。だからそういう人たちに対して広告を見せると、まあ、商品にもよるんですけど、多分売れやすいと思います。まあ、だからそういった感じで、広告単価に関しては、その視聴者の、まあ、なんていうんですか、ポケットマネーとかですね、そういうのをイメージすると、この動画を見てる人は、
多分高校生でポケットマネーがこれぐらいだから再生単価はこんぐらいかなみたいな、多分ちょっとイメージ湧くんじゃないかなと思います。まあ、なのでニュースとかあと何て言うんですかね、 YouTuber の話とかを聞いてると大体の人 0.1 円とかって1再生が 0.1 円って言ったりしてるんですけど、まあ、それ意外と間違ってるので一応補足的な説明でした。はい、というわけで今回はこれぐらいにしようと思います。で、僕のチャンネルではまあ基本的にまあ、こういった YouTube の収益報告はまあたまにやっていくんですけど、まあ、次は多分15万ぐらい達成したら1回やろうかなと思ってます。で、その他の時には基本的には個人で稼ぐ方法とか、あと個人で生きていくための思考法ですね、このあたりをメインで発信しています。で、もし今回の動画参考になったとか、あとなんかフリーランスで稼ぎたいとかブログとかプログラミングとかで稼ぎたいっていう方がいたら、ぜひチャンネル登録と高評価してもらえると嬉しいです。で、あとブログとかツイッターでも発信してまして、それも概要欄に載せてます。で、ツイッターに関して僕の結構パーソナル的な話を書いていて、で、今こんな感じでシンガポールで撮影してます。で、これ今部屋なんですけど、で、外こんな感じで、で、こういうなんか海外生活とかはツイッターで発信したりしてるので、もし興味ある方いたらぜひツイッターも見ていただけると嬉しいです。というわけで今回以上となります。さよなら。